女装ドラッグアイドルロビーソワのソワソワラジオ。この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。今日は6月じゃなくて間違えたなんで6月だった私8月の23日、はい、日曜日です、はい、午後9時を回りました。第21回、はい、ロビンソワのソワソワラジオ始まり、はい、イエーイ。はい、この番組は性的少数派である LGBTQ の世界や私たちの身近に咲くいろんなお話を時に楽しく時に真面目にそわそわ語る情報番組となっております。はい、はい、そしてそんな、ね、日曜ゴールデンタイム飾るのは私選ばれ担当インスタ映えのロビンソワと宮古のテクニシャン宮城フェスティバルでーす。普通に言ったね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そわそわラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見何でも OK です。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。また SNS でも随時受け付けています。 Twitter では番組公式アカウントそわそわラジオで検索をお願いします。ロビンソワでも検索すると Facebook や Instagram でもヒットします。ツイキャスでのライブ配信や番組終了後に YouTube でも配信しているのでぜひチェックしてみてくださいね。してみてください。まあ、今日もねとりあえず、うん、コロナの影響で、まあ、収録っていうことで、はい、うんうん、ツイキャスでのねライブ配信はやってないんですけど、はい、見逃し配信でね YouTube、はい、アップしてるので、うん、ぜひぜひそわそわチャンネル見てみてください。はい、お願いします。 FM コザのね YouTube でも出てるんですけど、はい、FM コザの YouTuber 見なくていいです。私見てください私の番組チャンネル見てください。ぜひチャンネル登録よろしく言うなさあ、今日は23でしょ。はい、で、8月の沖縄では31日から、うん、月曜日から旧盆が始まります、はい、ということでちょっと旧盆に触れていきたいと思いますので、はい、一旦 CM 行きましょうか。はい、行きましょう。 CM を、はい、どうぞ。はい、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオを FM 小座から生放送でお送りしたかったです。収録、ね、そうね、コロナの影響で今収録をしているんですよ実は。はい、はい、この番組は、性的少数派である LGBTQ の世界や私たちの身近のに咲くいろんなお話を、はい、そわそわ語る番組です。はい、はい、ということなんですけども、はい、毎回 LGBT のお話は少ないというないですね。後半にちょろっととか、ね、ちょっとそんな感じで申し訳ございません。そこは毎回反省します。はい、はい、次から頑張ります。頑張りますあんたあれよね、結構私とあなた温度差あるよね、テンションがね。いやいや、そんなことないですよ、ね、そんなことない。全然そんなことないですよ。フェスティバルザイエーイ、イエーイ。はい、ということで、はい、行きましょう。毎日のようにコロナがね、はい、感染者が出てね、はい、コロナがね、うん、笑い事じゃないよ。あ、何笑ってんだよもう申し訳、はい、何怖い、はい、真面目な話、はい、本当に真面目な話しましょう。はい、ね、亡くなった方も今日もまた、うん、今日のその収録日とですね8月の19日水曜日なんですけど、はい、うんうん、今日も一人亡くなられたっていうことでちょっと、うんうん、はい、情報入りまして、はい、お悔やみ申し上げたいと思います。はい、はいはい、止まらないね。止まらないですね。昨日ちょっと少なくなったかなと思ったら今日71名。そうですね、うん、新規こう1週間の新規10万人あたりの感染者数も沖縄は32名で、うん、東京が12名なので、うん、断然倍以上の方が感染しているというか、はい、デジになってます。はい、デジです。デジです。デジになってます、まあ、人数だけ見れば、うん、確かに県外の方東京とかが多いではあるんだけど、うんうんうん、沖縄にさ
ちょっと避難するみたいな感覚で、うん、来る人も中にはいるみたいなのよ、はいはいはい、実はね、うん、全然避難になってないから、うん、逆にかかっちゃう、あ、そう、あの火の中に飛び込んでるようなもんだからね、うん、でまた沖縄に住んでる方も滞在中の人ももう出ないでよちょうだい、うん、ね、そうだね、あの行き来しないでください、うん、本当に、まあまあ自粛してください、自粛してください、お家にいてください、あの、はい、にあの何、感染を、感染者数もゼロにしていかないと、うん、経済回りませんから、はい、まずね、そうですね、うんうん、確かにもう経済回していくためにはもう感染者を抑えないといけないから、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日は、はい、8月の23日、はい、日曜日となっているんですけど、はい、沖縄では、8月の31日に、お盆が始まるんですけど、はい、沖縄はね、はい、あの旧暦でやるのよね、そうですね、旧暦でやりますね、で、30、31日の運慶か、はい、お迎えする日ね、はい、迎える日、運慶でお迎えをして、で9月の2日にウークイってね、あの、はい、帰ってくださいっていうね、うん、はい、また、ね、あの、はい、来年ね、はい、バイバーイってねっていう日ですね、うん、30日だから、今年はね、どうなんでしょうね、そのあたりもまたちょっと変わってくるでしょうね、厳しいでしょう、うん、あの、私たちも、まあ、毎年もちろんあの親戚集まって、はい、あのお中元とかね持って、あの持ってて、お仏壇に、はい、お供えをするんですけど、うんうん、まあ、あの親戚のおじさんとかからさ、はい、もう今年はやらんでいこう、やらんでおこうって、うんうんうん、もう気持ちだけでいいから、うんうん、もうそうしましょうってなってるんだよね、うんうんうん、ね、あれじゃない、あのほら、あのコロナになる前からさ、はい、よくほら県外では、なんていうの、リモートオンラインお墓参りとかオンラインなんか、はいはい、なんていうの、あれやってるじゃん、うんうん、あんな感じで、お仏壇でさ、はい、お仏壇置いてあるお家に住んでる親戚の方に、うん、そのカメラ、うん、セットしてもらって、うん、それであのリモートお盆、あ、リモートお盆ね、リモートお盆、うん、それもね一つの手じゃないって思うんだけど、そうだね、でも本当に今時期だと本当にそういうのもやっていかないといけないっていうか、うんうん、必要ですよね、必要で、あの、うん、ほら、あともほらお中元とかはさ、うんうん、あの郵送とかでくれるし、うんうん、ね、あ、そうそうそう、まあでもあれよね、宅配スタッフさんが、まあ、お家にね来ちゃうのはあれだけど、はい、まあ、それで送るっていう手もそうですね、ありかなとは思うんですけど、どう、ありですね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 、いつもあの毎年どう、あなたたち実家、おばあちゃん家が国神なので、うん、国神の与那ってとこなので多い、ね、なんか、またね、うん、いつもずれるんですよ日にちが、あの一般的な旧盆、うん、まあ、今年だったら31日からなんですけど、うんうん、なんかずれ込むというか毎年、うん、ずれ込むというか、まあ、ちょっと日にちが違うのかな国神の方って、ちょっと よくわかんないんですけど自分も、え、旧暦の旧暦があるの、旧暦の多分ね、うん、そうそう、ちょっと違うですよ、そう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 、あ、もうその地域全体なのかな、うん、あなたたちのお家だけじゃなくて勝手にね、俺らのお家だけね、実家だけね、うん、なわけないだろ、なわけないけどなわけないだろあ、これは何、乗りツッコミはい、ああごめんなさい、うん、なので、うんうん、今のところまあ話というかやるっていう話が出てないので、うん、多分僕の実家お家もちょっと自粛というか今年は中止になるんじゃないかなと思います、うん、うんうんうん、まあそのね、あの何ていうの、本来だったらね、あの遠目にうとうとしたかったはず、はい、うんうん、はずですけど、各家庭お家にさ、あの、まあ、火の缶とか、うんうん、ね、まあ、神様何かしらいらっしゃるんでしょ、うんうんうん、あの
お祈りしたいでしたね。はい。したらね。したらいいですね。ああ。ね、うん、そうね。もう今年もコロナなんてね。うん。いろいろ生活様式も変わってきたよね。そうだね。なんかだいぶ変わってきたね。でも若干なんか一波の時より二波、うん、今の方がちょっとなんかみんなの危機感が緩くなってるような気も、まあ、うん、個人の感想なんですけど、うんうん、ちょっとしますね。そうだね、うん、私思うんだけど、うんうん、一波の時はやっぱりこの初めての状況だから、うんうん、やっぱみんな意識すると思うし、うんうん、であとほらお店とかは、うん、まあ、今よりはちょっとだけゆとりはあったと思うけど。あ、そうだね、あの資金とかね、うんうんうん、だからあのお店、まあ、休業することができたと思うんですけど、うんうん、もう今も休業したくてももうできない状況になってるから、うんうん、もうやむを得ずもう開けるしかない、うんうんうん、それもやっぱりほらあの政府、まあ、県とか 市とか県とかも日本からこの、うんうん、保証がないから、うん、あっても少ないから、そうだね、あの何もね、やっぱりあの従業員さんとか、うんうん、スタッフさん他にもいるわけだから、うんうん、あの人件費もかかるし、うんうん、光熱費、まあ、家賃とかも、光熱費はまあ使った分だけあれだけど、そうだね、家賃とかもあるさね、うんうんうん、だからもうもらう申請してもらうその額だけでは、うんうんうん、どうにもならんわけよ。そうだね。だからもうやむを得ずも開けるしかない、うんうん、だから今も本当に悪循環、うん、悪循環してるわけさね。悪循環ね、うん、力入ったね。なんでね。あいやでも本当に大変だ、うん、大変ですよね、こういう商売してる人たちは本当に大変だと思います。私の友達とかも、うん、やっぱりこの接客業とかしてる方も何名かいるから、はい、やっぱり陽性反応出ちゃったっていうのもいたわけよ。あ、はいはいはい、だからもうかかりたくないのに、うん、もうかかってしまう、うんうんうん、だからもうそれがもう本当に食い止めなければいけないけど、うん、もうそれもできない状況、うんうん、だからあの何今月何自粛は今月いっぱいとりあえず、まあ、今月いっぱいあの、うん、緊急事態宣言は、うんうんうん、なんだけどいやもう慣れよ、続くと思うよ多分、うんうんうん、だってね、うん、減らないから。そうだね、うん、だからもうそのねこの付き合い方、うん、考えていかないといけないかなっていうのは。そうだね、あるよね、うん、はい、ということでね、ちょっと暗い話ばっかりも、はい、あれじゃない、何じゃない、はい、はい、ダメじゃない、ダメじゃない、はい、ダメじゃない、うん、でさあのまず先週もちょっと話したんだけど、はい、ガラッとちょっと話変えてさ、はい、性教育、性教育、はい、ええ、性教育すごいですよねテーマを性教育にしましょうっていう、あ、そうそう、性教育と、うん、はい、なんだっけあの、ま、LGBT の教育、はい、の教育、はい、ま、そういうねあの なんていうの学校の授業に、はい、ま、取り入れていって いかがかなと、うん、私も思うんですよ、はいはいはい、最近あの朝 あの某バラエティ番組でも、うんうん、ま、日本って性教育遅れてるよねっていう話があって、うんうん、でそれで、ね、ちょっと考えてみたんですよ、はい、であとさ私あのツイッターであのツイッターアンケートを、はい、ちょっと実施してみたんです。はい、はい、そして今あの収録してるこのスタジオ、はい、電波が弱くて、はい、あのツイッターの画面が出ない、なんとダブルギアのスタジオなんてこったお、ね、あ出てきそう、出てきそう、なんてこったなんてこった、ですね、まずあの、はい、まあ、4択、はい、出ました、はい、はいはいはい、よかった。まず一つ目が、はい、性教育だけでいいんじゃない、はいはい、っていうのと、はい、で2つ目が、うん、どっちも必要だよねって、うんうん、で3つ目が LGBTQ の、まあ、教育っていうか、はい、勉強がどっちかというと重要じゃない、うん、っていうのと、うんうん、はい、4つ目は今更どっちもいらないんじゃないみたいな、おいらない、はいはい、っていうのをやってみました、はい、で18票いただいたんですけど、はいはいはい、あの
やっぱりこう性教育だけでいいっていうのと、あの今更どっちもいらないんじゃないっていうのは 0% でした。おお、うん、はい。で、まあ、LGBTQ の勉強が重要じゃないっていうのと、うん、まあ、どっちも必要だよねっていうのをこう2択に絞ったんです、絞られたんですけど、はいはい、あの圧倒的にどっちも必要だよねがすごくて 78%。 はい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 、はい、LGBTQ の教育を教えお勉強、うん、が 22%、 はい、まあ、どっちも大事なわけですよ、うん、これつながってると思うんだよね。はい、うん、まあ、どっちもまあ性に関する、うん、そうですね、お話なので、うん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 、はい、皆さんもやっぱりそう思ってるっていうか思われてる方もいるっていうことですね。そうそうそう、そうなんです、うん、もうなんだろうね、 LGBTQ の方々もほとんどもうどんどんね、表に出てきてるっていうところもあるし、はい、やっぱりね、あの昔ながらの、うん、ま、男性女性、はい、男は男らしく女は女らしくっていうところもまだまだね、根強くね、うん、そういう文化っていうのは日本あるから、はい、やっぱりどうしてもね、若い子たち、うんうんうん、ちっちゃい子たちに、まあ、その教えが伝わってしまうんでしょうけど、まあ、別に間違ってはいない、はい、間違ってるとは言わないけど、そうですね、うんうん、まあ、どんどんね多様性が求められる、うん、まあ、令和に、ね、なっているおりますし、うん、そういったねお話もどんどん必要かなと思うんですけど、そうですね、なんかフェスティバル君、フェス君は身近にいる、自分の身近に LGBTQ の当事者の方とか、はい、いますかね。G の方もいらっしゃいますし、 G とは、まあ、G とは何ん、あ、 G とは何、ゲイ、オッケー、はい、当たってます？当たってます、はい、はい、と、あとバイの方も、バイの方、はい、うんうん、いらっしゃ、 B バイの方も、うん、まあ、知り合いでいらっしゃいますね、うんうん、自分の身の回りというか、まあ、今パッと思いついた人では、うんうんうん、まあ、いても別にね、あ、全然自分は普通だしね、はい、うんうんうん、その人らしくっていうか生きているので全然何も思わないっていうとまたあれですけど、うんうんうん、全然その人らしく生きていただければっていう感じに思いますけど ね、そうですね、うんうん、まあ、LGBTQ、 L がレズビアン、うん、G がゲイ、うん、B がバイ、バイセクシャルね、うん、で、T がトランスジェンダー、はい、で Q は、クエスチョニングとかクイアっていう言い方をします、はい、でそれぞれ何かって言ったら、はい、レズビアンっていうのは、うん、体は女性で生まれて、はい、心も女性の認識、はい、うんうんうん、ただ恋愛対象が、同性女性のことを、はい、人のことをレズビアンと言います、はい、で G がゲイ、うん、まあ、その逆ね、あの男性で生まれて男性の認識で男性が好き、はい、うんうん、でバイセクシャルはこっちからねちょっとまた変わってくるんだけど、はい、まあ、バイまではちょっと単純っちゃ単純なのかな、はい、男性で生まれて、はい、自分は男性っていう認識があり、はい、対象が女性と男性どっちもいけるっていう、はいはいはい、であと女性のバージョンも、まあ、あるわけよね、はい、あとは T、はい、T がねもうひっくるめたら、まあ、それ以外、それ以外、それ以外、はい、まあ、心と体のバランスが合わないとか、そのいろんなちょっと分け方があるんですけど、うんうんうん、私もねちょっとね難しいところはあって、うん、あ、こういうセクシャリティの人たちもいるんだみたいな、うんうん、結構ねノーマルって言われてる、まあ、ストレートの方たちから、はい、その LGBTQ の世界の人たちを見ると、うん、そっちはそのくくり、多分まとめて見る、はい、見てしまうっていうなんかこう、うんうんうん、イメージあると思うんだけど、はいはい、内側の人間からすると、はい、それをまたいろんな人がいるわけだから、うん、その LGBTQ だからって言ってレズビアンとゲイの人たちがお互いに理解し合ってるとか、うん、そういうのは全くなくって、あ、まあ、理解し合ってる人たちもいると思うけど、はい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 、
必ずしも理解し合ってるわけではなくて、うん、やっぱり言葉が頭文字が分かれてる分、うんうんまあ、そのいろんなセクシュアリティも分かれていて考え方も分かれていて、うんうんまあ、要はいろんな人がいるわけですよ。まあ、一括りにされるのはあんま好きじゃないかな。ああ、そうだね。はい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 、はい。いろんな、まあ、人がいて、まあ、いろんな、まあ、ありますよってことですよね。そうなんですよ。うん。うん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 。うん。ね、今日、アシスタント監督さんが今日ね、一人。そうなんですよ。すごいちゃちゃをね。ね、いるんですけど、うん、何これ、カンペ？カンペっていうの？見えない。もうちょっとね近くで多分もうちょっと前で、ね、はい大丈夫だとは思うので何ですかくださいくださいお二人の性教育はどのようなものでしたか。おおなるほど。私は、はい、本能のままで。あ本能のままで。あ自分も多分それだと思います。性教育を受けた覚えがなくて監督さんプロデューサーさんかなディレクターさんかカンペ渡すのディレクターさん、はい、全然笑ってますね。なんか本当にうん、うん、なんか勝手に覚えてましたよね教育。まあもともとね学校で授業の何だろう保健体育っていうのはあるんだけど、うんうん、そんなに何て言うんだろう詳しくはやらなかったよね。うん、なんかやらなかったな、ね、なんかもうふわっとした感じ、うん、そうそうそう男の体はこうで女の体はこうではい次みたいな感じ、うん、じゃない。そうなんかエロ本みたいなの集めてとか見てとかさ、うん、でなんか、まあ、学んだりじゃないけど、うん、勉強じゃないけどしたりさ、うん、っていうのがあと親父の車のトランクにエロ本があったり何を親父何をスペアしてるんだっていう。待ってそういう話好きだからさ。あちょっと待って。あオッケーオッケー。ちょっとた温めてもらって今この話。あオッケーオッケー。そろそろねいい感じのちょっと時間帯になってるから。あはいはいはい。まず曲。あ曲行きましょうか。曲挟んでちょっとね後半で、はい、ちょっとねほりはほり。ねほりはほり。聞いていこうじゃないのよ。はい。ってちょこっちゃ家族が見ていないことを言ってますけど。はい。はい、じゃあお願いします。はい。宮城フェスティバルのこの曲聴いて〇〇フェスティバル。パフパフ。はい、パフパフ。このコーナーは旬な話題をテーマに話題に合った曲を紹介していくコーナーです。はい。はい。というわけで、はい、今日のテーマは、はい、蒸し暑い夜フェスティバル。暑い。もう暑い。昨日さ、もう暑くてさ。もう、うん、夜中に起きてエアコンの温度を下げたわけ。あ、昨日私は一昨日だった。本当？うん、あ、待ってよ。今日覚えてる？ね。一昨日から、うん、昨日の夜だ。一昨日の夜から、うん、昨日の朝にかけての夜。ああ、うん、当たってる？ワンモアワンモア。えっと。一昨日の夜から昨日の朝にかけての、はい、当たってます夜中はい OK うんうん当たってる、うん、起きたね、うん、はいどうぞねでも本当に暑く最近暑い夜暑いなと思って風が少なくない多分ねムシムシしてるディレクターさん咳しないでくださいやりたい放題もう今ねうんね、うんうん、でそうそう暑くて、うんうん、ちょっと気温調べたんですけどまず、はいまあ、25度より、まあ、下がらない夜っていうことで、まあ、あ最低気温が25度より下がらない夜のことを熱帯夜っていうらしいんですけど、うん、で調べたら全然下がってなかったんですよ夜って25度以上があるっていうのが続いてて、うん、多分ロビンさんがさっき言ってた、一昨日でしたっけ、うん、とかも全然25度を下回ってないような夜中になってもっていうのが続いてて自分もそう昨日すげえ暑いなと思ったんで、うん、でそれをまあテーマでちょっと蒸し暑い夜っていうテーマにしたんですけどケイカさんごめんなさいねちょっと話ねジュリアンがね虹色チラーザのジュリアンがね、はい、
あの昨日つぶやいてたんですけど、はい、夜になったらまあ冷えますねって嘘つきと思ったあのおばさん嘘つきと思った。もう冷える、うん、おかしいよね。どうしたのって感じ。どうしたんだろうね、分かんない。大丈夫、体調冷える違うところにいるんじゃないの。嘘でしょ沖縄じゃない、どこよ、どこよ。沖縄じゃないところでも暑いよね、うん、っていうかあの玉泉洞とかんじゃない、玉泉洞にね、うん、夜にね。だからさ、もう、うん、はい、怖いね。ごめんなさい、はい、何の話だったっけ熱帯夜、ね、そうそう、熱帯夜、はい、暑いよねっていう話で、はいはい、で今日そのテーマでしたんですけど、でそのテーマで選んだ曲っていうのがリップスライムの熱帯夜、もうそのままですね。そのままですね、うん、もういいです、いいんじゃないですか、うんうん、いい感じですよね。いい感じですね、うん、じゃあそのまま流しましょうかね。はい、はい、お願いします、はい、じゃあリップスライムで熱帯夜です。どうぞ、どうぞ。はい、というわけでリップスライムの熱帯夜でした。熱帯夜、うん、まさに今、まさに今本当にね、暑かった、暑かったね、暑かったよね本当に。あのスタジオは涼しいですけど、そうそうそう、ガンガンにクーラー効いてるね。この涼しさをあの今夜の夜中に持っていきたいところです、はい、あ、本当ですねはい、はい、で今ね、あの、曲を流してる間に、はい、ディレクターさんからまた、はい、あのお話を豆知識そうですねいただきましたね。さっきのあの、はい、今日のテーマのお盆と、まあ、ガラッと性教育 LGBT 教育って感じで話してるんですけど、はい、先ほどのね、あのお盆のお話の続きで、うん、ほらあのね、あなたたちの、おばあちゃん、あ、はい、国神のような、ね、はい、この時期が違うずれるって言ってたけど、はい、あのまあ、一般的にはね、あの3日間なんです、うんうんうん、なんだけど、うんうん、地域によっては、まあ、4日間あるところとか、まあ、離島とか、あの 5日間、1週間ぐらい、うん、中身が ね、増えるっていう、やるっていう、うん、もうあれだね、まあ、あの世の愚僧の先祖たちは、はい、もう修学旅行の気分のはず ねこんなに長いことね、もう早く帰ったらいいのにね。そんなこと言わない。はぁって思ってたんだよ。あれさ、もう料理作る大変さ。あの生きてる私たちが。ああ、まあね。まあねっていうの。準備が大変だからさ。うん、そうだね。あの、あれじゃない、もう、あの世のお金もいっぱい、あの、打ち壁とか全部燃やさないといけないんじゃない、はい、ということで、はい、先ほどのお話。はい。何、あの性教育、はい、性教育ちょっと話に戻ってきたんですけど、はい、行きましょう。何でした、あなた、はい、何かを見つけたんですね。はい、そうです。はい、何見つけたの。親父の車のスペアタイヤのところに、うん、親父のエロ本のスペアがあったって話です。素敵ね。素敵でしょ。男子ならね、もうね、あるよね。男子ならあるあるじゃないかなって、まあ、よくもうね、さすが息子ですよ。俺もスペアタイヤのところに隠してました。いや、じゃあ今隠したんだ。あ、今隠してます、はい、今ちょっと隠してます。本当に今はって言う。本当に本当です、本当です。見ていいです。思うんだけどさ、はいはい、女の子は、はい、あのこのエロ本とかっていうのは、うんうん、見ないのかな。あ、聞く、見るんじゃないですかね。なんか一般的にはよくなんか男子がエロ本見るとかってなんかよく聞くけど、うん、女の子見るのかな。女の人ってなんか自分のイメージっていうか、まあいろいろ聞いてて、うん、結構話の内容が結構なんかエロい話っていうのかな、うん、女性同士の話で、うんうん、そういうエロい話になると男より結構なんかエロい話をするっていう。あ、なんか聞いたことある。ないです、聞いたことないです。なんかあるある、そういう話ありますよね。だから、うんうんうん、そういうのがあるから、まあ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 、女性ってそういうものなのかなっていう、うんうん、女性向けのね、なんかこの AV とかもあるっていうね、はいはい、話もありますし、ね、はいはい、うん、あれかな、女性向け、ほら男性向けだったら、はい、あの女性を、まあまあ、結構メインに映したりしてるけれども、はい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 、女性向けっていうのは、はい、やっぱ男性を
メインに映してるような感じになるのかしら。とそう、じゃあ私それ見よう。じゃあ私それ見よう。いい男が映っている可能性がね、ありますからね。私今日あのお家帰るときにあの国体通るんだけど、国体、あ、はいはい、東京書店行こうかな。多分あります、ありますよね。そうね、あ、多分閉まってるかもね。閉まってるのかな。なるほど、あの女性向けの、うん、なんか AV っていうのは、エロビデオっていうのは、はいはい、物語ストーリー、はいはいはい、が結構あるみたいですね、ディレクターさん曰く。おお、よく知ってますね。ねえ、ディレクターさんの性別は何なのかって話なんですけど、ね、秘密ね、それはね。実際体験談というかね、体験談、嫌だ、気持ち悪い。気持ち悪いね、否定はしませんけど。ひどいね。怒ってる。嫌だ、もう、それ気持ち悪いんだよ。そうそう。あ、もう、いや、私ね、私は、うんうん、まあ、エロ本とかって、まあ、読んだことありますけど、はいはい、やっぱりあれよね、まあ、そういうもので、うん、やっぱりその性の、その世界っていうか、うんうん、あの、まあ、自分なりにも知識を得るっていう感じの方が一般的なのかな。うん、あ、そうだね、今さ、ね、若い、まあ、小さい、なんていうんだろう、小学校とか中学生でもさ、うん、携帯持ってるじゃないですか。うん、で俺らの時ってまだギリギリ、まあ、持ってない人が、まあ、多数で、うんうん、やっぱりそういうの見るのって落ちてるエロ本とか、うんうんうん、とかだったんだけど、うんうん、今の子ってやっぱり携帯小さい時から持ってるから、うんうん、ネットでいろんなのが見れるじゃん。そうね、絶対に俺らの時より恵まれてるなってそうよね、思うんだけど、それはあるよ、あるよね、絶対あるよ、絶対ね。だってさ、もう私は別に直接つながってるわけではないんですけど、うんうんうん、あのツイッターとかでも、はい、あのたまにね、なんかこう、うん、いいねとかリツイートでとかってこう流れてくるものの中で、うんうん、あのプロフィールとか見ると、うん、あの中学生ですとか、お、高校生ですとか、まあ、いるわけよ。はい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 、で、うん、まあ、ツイッターを、まあ、使ってらっしゃる方、うん、皆さんどういった用途で使ってるか分かりませんけれども、うんうん、まあ、でもたまにね、そういうちょっと性的なものがリツイートとかああいうものに流れてくる可能性って多分あると思うんだよね。そうだね。で、それでやっぱりほら、加工されてないものとかもあってするわけよ、中にはね、うんうんうん、それもだから見ちゃうのかな。見ちゃうでしょうねって思うんだよね。もう自分でさら、そういう動画とか写真は、うんうん、表示されないように設定しますっていうことあるんだけど、うんうん、だって自分の任意で設定するじゃん。そうだね。うんうんうん、だから私って、まあ、私たちは普通にも大人として Twitter 使ってるから、うん、SNS 使ってるから、うん、まあ、自分で全部、ね、操作できるけど、うんうん、実際その小学生の中学生とか、うん、まだ成人してない子が、うん、使っているものっていうのは、うん、なんかあれなのか、お父さんお母さんとかが制限かけたりとか、規制、うん、かけ、親御さんの方で多分、まあ、そういう制限かけれたりすると思うんで、うん、まあ、あまりにも過激なものとかっていうのは多分見られないようにすることもできると思うので、うん、まあ、ただやっぱかけてないと、さっき言ったみたいなちょっと過激なものが見れちゃったりとかするので、それもちょっと問題なのかなとは思いますけどね。そうね、うん、まあそういうのしょうがないのかなってもあるけどね、うん、確かの性の目覚めは、うん、最近の子たちはね、うん、早いかもしれないしね。うん、そうだね、うん、早いね、うんこうディレクターさんから今カンペ出てるんですけど読めない、うん、何露出系、露出系、露出、そういうもので何目覚める、露出系で、承認欲求を見た得たいと思っている方が多いようですね、だそうです。なるほどですね。露出系の方がで満たしてるすることによって、うん、あ、なるほど。
はいはいはい、パタ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 っていう、うん、ジェスチャーでね、はい、伝えてもらっているんですけども、あの、ね、ラジオを聞いてくださっている皆さんは、まあ、音声しか今あ、ね、分からないわけなので、うん、あの私たちはあのディレクターさんのジェスチャーはの通訳できません、はい、何言ってるか分かりません、ね、残念ながら難しい、いやまあ難しい、まあ、そういうふうにね、はい、世の中ですけども、はい、まあ、でもそのなんだろうね、そういう流れてくる情報も、まあ、間違ってない、間違ってない、まあ、間違って、事実ではあるけども、現実ではあるけれども、うん、まあ、根本的な、まあ、大事な部分を、まあ、しっかり、ね、若い子たちには伝えられたら、はい、うんうん、まあ、それはそれでいいんですけどね。うん、そうだね。まあまあ、自分でまあこう選別、まあ、識別なんて言うんだろう、分けてね情報をできればいいんですけど、やっぱり小さい子たちとかってそういうのができない子がほとんどだと思うんでね、うん、はい、でも どういうこの話し方とかで、うんうんうん、この教えていけばいいのかなっていうのも、まあ、あるよねきっと。ああ難しいねそれは。やっぱりあの小学校もう幼稚園とか、うん、それ あれだもんね、私幼稚園の時には、うんうん、もうすでにあの子好きだなとかこの子好きだなっていうこの感情っていうのも芽生えてたから、多分もうその時期ぐらいからは、うん、あのちゃんと教えた方がいいとは思うんだよね、うんうんうん、まあ、いきなりさその体のことから入っていかなくても、ね、まあそのね、太さ、自分の子供がお子さんが、うん、何々ちゃん好きだなとか、うん、そういう話もちらっと聞いたら、うん、あもううちの子はまあそういう感情を持つ年齢に来てるんだって分かるじゃん、うんうんうん、そこら辺から、うん、あのまあ、そういうふうに思う気持ちの大事だよとか、うん、恋愛とは何かとか、はい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 、で、まあ、結婚とは何か、うん、っていうふうにこう段階を踏んで、うんうん、まあ、最後にまあ子供を作るっていうことはどういうことかとか、うん、まあ、教えて順序よくね、うんうん、内容としては教えてきたらいいのかなっていうのは、ね、そうそうそうあるし、うんうん、まあ、あとはその言葉選びをね、うん、やっぱちっちゃい子って知ってる言葉って限られてくるから、うんうん、そうだね、うんうん、もう大体あれでしょ、もうおっぱいとかチンチンとかうんちでとかでしょ、うん、まあ大体そうだよね、うん、まあ、間違ってはないけど、うん、まあ、そこもしっかり意味を理解して、うんうん、教えていけたらいいのかなって。そうですね、まあ、うん、はい、そしてディレクターさんからまたカンペ出ました、はい、性教育で大切だと思うのは相手を尊重する、自分を守ることが第一にならないといけないと思います。第一にならないと思います合ってる合ってますか。第一にならないといけないと思いますですよねきっとね、うんうんうん、ディレクターさんしっかり私たち信じてマジマジと書いてたのに、ね、否定しちゃう感じになってた、ね、そうね、あの、うん、まあ、結局、まあ、恋愛にしても結婚にしても、はい、まあ、その性生活にしても、うん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 、結局人がね交わることだから、一人ではできないことだから、そうだね、うんうんうん、結局ね人同士が交わることだから、うん、やっぱりどういう、ま、状態場面であったとしても、うん、まあ、お互いにねあの認め合って尊重し合っていたわり合って、うん、あの正しい恋愛、うん、正しい結婚、うんうんうん、まあ、正しい性教育、はいはい、まあ、正しいっていうのはね、まあ、別にそれを法律とかで決められたわけではないから、うんうん、人それぞれのこの正しいの基準ってあるかもしれないけど、うんうん、まあ、一般的にどうあるものっていうのはやっぱりちゃんと お父さんお母さんがレールをね作って、そうだね、導いて、うんうんうん、あとはもう自分で何が正しいかっていうのを判断できるように、うん、まあね、教えて力をつけて、うん、っていうの分かってんだけど、うん、あれよ、まあ、結局どう伝えるかよ。そうだね、伝え方がとかね、そうが一番重要だと思うね。そう難しいね、うん、
実際言うってなるととかね、うん、になるとやっぱりちょっと難しい、思ってたのと違う言い方になっちゃったなとかね、うんうん、があるから、ちょっとまあその辺も難しいとこではあるけどね、実際に喋ってみないとっていうのはあるけどね、あるね、うん、あとも、もうその性教育のお話を経て、まあ、次のも LGBTQ のお話を、うん、はい、そこもまたもっと複雑になっていくから、はい、またね難しいところではあるんですけど、うん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 、じゃあ、次週の8月の30日 の、はい、30日、はい、あの日曜日で、はい、じゃあどういうふうにちょっと教えていった方がいいかなっていうのを、はい、私たちなりにちょっと話してみようか。そうだね、ね、うんうん、ということで、あの、どうしましょう、はい、来週の8月30日の日曜日のね、はい、そわそわラジオでは、うん、まあ、どういうふうに、教えていけたらいいのかなっていうのを私たちなりにちょっと考えて発表していきたいと思います。はい、はい、というわけで、うん、じゃあまた CM に行ってみましょうか。はい、そうですね、 CM 行きましょうか。はい、じゃあ一旦また2回目 CM をどうぞ。どうぞ。はい、LGBTQ をメインに語るミニ情報番組ロビン様のそわそわラジオとなっています。はい、残りねわずかとなりました。早いね、あっという間ですね、今日もね、今日もあっという間、いつもあっという間です。はい、じゃあ、告知お知らせ系からいきます。はい、ですね、 LGBTQ をまあメインに話してると言いつつも、はい、あんまりなかなか話してないんですけど、はい、あの来週は8月の30日、はい、第22回この番組では、まあ、今日に引き続き、まあ、お盆のお話と、はい、であとあの性教育とか、まあ、性に関する話で、あとまあそれにつなげて、はい、LGBT 的な話もしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとあの虹色チュラーズ、まあ、今ねコロナであの自粛中、うん、ではあるんですけど、はい、まあ正規のメンバーになっていきたいっていう、まあ、女装パフォーマーとしてちょっと私たちやってるんですけど、はい、まあ、女装で、まあ、自分のこう何かこうやりたいことをやっていきましょうっていう、はい、ざっくり、はい、っていうチームなので、うんうんうん、楽しくメンバーを募集してます。はい、あとはまあうちら の、 あのサポートニジチラサポメンサポーターズも募集しています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェス君からは何か、はいはい、引き続き宮城フェスティバルのこの曲聴いて〇〇フェスティバルの方、はい、まあ、何かお便り、リスナーの方からあれば流しますので、はい、お便り随時受け付けてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またねこの番組では、うん、あのリスナーさんからの、はい、まあ、番組への感想、はい、ご意見、はい、クレーム、はい、何でも何でも、はい、苦情クレーム何でもいい。そうね、こういうお話してほしいとかでもいいですし、うん、はい、あとあの SNS では、まあ、Twitter で、はい、そわそわラジオの公式、まあ、アカウントやっています、うん、であとロビンソワもアカウントやってますし、虹色チラーズもアカウントやってます。はい、あとは Facebook でもロビンソワやってるし、はい、Instagram も私やってます。うんうんうん、はい、なんかいろんなロビンソワが見れるかと思いますね。はい、はい、はい、そしてあと何 YouTube、 はい、はい、YouTube も私やってます。ロビンソワのソワソワチャンネルやってて、うん、でその中でいろんなコーナー設けているんですけど、うんうんうん、今はちょっとあのいろいろ忙しくて、うん、まあ、仕事しながらね私この活動してるので、はい、空いた時間に、まあ、動画編集したりとかしてアップしてるんですけど、最近はもうちょっとラジオのねこの動画を上げるのでちょっと精一杯になっています、はい、あのストックあるんですよ。はい、はい、うん、頑張って編集していきます。ちょっとずつね上げていきましょう。上げていきます。はい、お願いします。はい、で、まあ、このラジ、番組への、はい、メールリクエストいろいろなんかこう送っていただいて、はい、まあ、採用された方には、はい、番組オリジナルの、ロゴステッカーを差し上げようかなと思っておりますので、はい、こっち、あのこのそわそわラジオのこれね、はい、はい、
はい、今の収録、あのラジオ、お声を聞いてる方は分からないと思うんですけど、このスタジオの今前にね、あのそわそわラジオってことで、はい、しております、うんうんうん、はい、よろしくお願いします、うん、はい、そして、ディレクターからまたなんかカンペが、はい、ご先祖様がいたから私たちがいる と, いると思うと性教育にもつながりますよね。教育もつながります、はい、お盆の、じゃあお盆の話から性教育につなげるんじゃない。あ、はい、ご先祖様がいたから私たちがいるのよね、ね、あの沖縄もいろんなね、あの戦争とかいろんな体験をしてきて、うん、はい、その中でもあの命からがら生き残っていただいたおかげで、はい、私たちもいるので、うん、まあ、これをね、あの命につなぐというすごい大きな、ね、はい、うん、大事なことですね。はい、はい、とではですね、あと、はい、今日からちょっと新しいコーナーをしようかなって思っています。はい、今日はね、はい、占いの先生をお呼びちょっとしてまして、ちょっと自己紹介の方ちょっとお願いしてもいいでしょうか。オッケー、はい、降りて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 きて降りて降りて、皆さんこんにちは、ボンソワレロビンソワでございます。はい、来ました、はい、今日はあの、はい、私ダブルギアの、スタジオからあの生放送じゃない、お送りしております、収録ですね、はい、はい、じゃあ、今週も十二星座で、はい、ランキング形式でお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では第12位、はい、でで、はい、ヤギ座のあなた、はい、唇が明太子ですなんてこった。第11位、はい、でで、魚座のあなた、はい、はい、あなたの好きな人に告白されるといいねと祈っております。はい、はい、いいね第10位、はい、でで、乙女座のあなた、お歯茎からドリアンの香りがします終わったな。はい、第9位、はい、ででん、天秤座のあなた、はい、足の指の間だから、あ、イカの匂いがします。いや、やだな、ただでさえ臭いのにね。第8位、ででん、自分は白鳥だと思ってるあなた車のエンジンルームから小さいおじさんが出てくるでしょうやだ、はい、なんかやだ。第7位、はい、ででん、はい、自分は海蛇座と思ってるあなた、はい、ラッキーカラーは黄土色です。何色？黄土色はい、第6位、双子座のあなた、はい、俺、はい、あなた、はい、特にありません。え、そう、本当に、え、なんだそれ、書けよ、なんか。第5位、はい、全然、いて座のあなた電気工事で家に来たお得意あふれる業者さんに一目惚れをする。おお、いいね。第4位、水亀座のあなた、はい、老舗の食堂で料理を運んだおばあちゃんの指が料理に入っている。あ、ありがち、沖縄では。はい、第3位、あれで出汁出てるから、はい、第3位、ででん、小木すねさんのあなた、はい、はい下水道の蓋にヒールが引っかかり抜けるでしょうやだね、なんかありそうでやだな、はい、第2位、はい、ででん、はい、特にありますね。はい、で、ターン2回目、サソリさんのあなたね、はい、はい、第1位、はい、ででで、カニ座の私、はい、カニ座の私の顔の下半身がこれでしょ以上、ロビンストアから星座占いでした。はい、ありがとうございます。また来週、チャオチャオ。チャオチャオ。